ケミカルミストまで持ち出すなんて明らかに組織的な犯行。しかも私たち、特に楓さんに対しては執拗に攻撃を仕掛けてきた。あの書院は全くの偽物、濃硫酸のプールに飛び込んだらしく、身元は未だ不明。さらにベターマンが何者かと戦ったとみられる痕跡すら見つかった。なんとか全員回復できたものの、敵の正体はつかめず。軽量にして丈夫、おまけに反射率 99.9% 以上、新開発の瞬間乗着プラスチックミラーだぜ。これが26枚も？ああ、まだ市販されてないんだけど、兄貴のツテを頼ってさ。なんでもミラーコーティングとかいう技術からスピンオフされたもんらしいぜ。これならデジコのウェルカムトゥミラーハウスも大丈夫そうね。ほんと肝心の鏡が揃わないって聞いた時は焦ったもんな。後先考えずそんな企画出すからよ。だって上司もあの時は賛成したじゃんか。だってあの時はまさか準備の目処が立ってないなんて思わなかったもん。ヒューヒュー、また夫婦喧嘩か。バカそんなんじゃないって。そうよ、こんな人私の趣味じゃないんだから。へっ、どうせ俺は単速単純単細胞の 3T でございますよーだ。そこまで言ってないよ。みんな見て見て、なってるにゃん。やっぱ猫耳にメイド服、これだよな。かわいい。ヒノキの衣装はこれね。おお、萌え萌えだっち。タブランス、ちょっと派手すぎじゃん。私一生懸命作ったのに。ほらほら、キノピの顔立てて着てあげなよ。でも、はい、ヒノキよろしくね。よし、それじゃあ明日は本番よ。ウェルカムトゥミラーハウス、待ってるにゃん。じゃあ男子は鏡のセッティングよろしくね。了解ゲーマー。なるほどな。初期型ティランの時も例の夢の時も何者かが楓を欲しているようでした。最大の問題はそれだ。楓ちゃんを狙っている何者かってのが一体どこの誰なのか。
モディワープの方じゃ何か掴んでないのか。いえ、今のところ何も。どうした？ああ、凱旋だけど、よく聞き取れなくて。楓ちゃん宛てで超人なんとかって。あ、超人同盟？ああ、それそれそれです。もしもし。おお、その声は宮古くんじゃないですか。先生ですね。楓さんに何の用です？あなたと私の仲です。率直に申し上げましょう。我が社は楓さんをヘッドハンティングするつもりです。ヘッドハンティング？そう、悪い話ではないと思いますよ。給料は現在の10倍、ボーナスは年2回で6ヶ月分をお支払いするのですから。あなたという人は。勘違いなさらないでください。これはビジネスのご相談なのです。3機ものティランを差し向けたり、私たちに悪夢を見せたり、さらにケミカルミストまで使って撹乱してきましたね。それがあなたの言うビジネスなんですか？どうしたの？アサミさん何怒ってんの？しっ、ともかくビジネス上の筋は通したい。この次は楓さんに直接ご連絡を差し上げることになるでしょう。それでは。一体何の話なんだ？すべてお話しします。いいよいいよ、まるで本物の迷路みたいだぜ。じゃあ俺たち食い物とか買い出しに行ってくからよろしく。はあ、よし、あとひと踏ん張り踏ん張り踏ん張り。あいたーと。ケイちゃん、中にいるの？マジで迷っちまったぞ、こりゃ。ケイちゃん、ケイちゃんどこ？ヒロキ、ここだよ、ヒロキ。どうしたの？何があったの？出口が見つけられねえんだよ。もう、バカなんだから。待ってて、今行く。その怪人だか同人だかの同盟連中がなんで楓ちゃんを欲しがるんだ？株式会社超人同盟、ここ数年企業コンサルティングや R&D で奇跡的ともいえる業績を上げ、めきめき頭角を現してきた総合情報商社です。その調査内容は正確無比、企業のみならず大物政治家も彼らの顧客リストに含まれているそうです。ダウジングを使いこなすカウンセラー集団ともいえる彼らの業務拡大のために、楓さんの能力が必要なのかもしれません。それが今まで謎に包まれていた敵の正体なんですね。だろうよ、超能力を利用した商売か。それでわけのわかんねえ精神攻撃もできたわけだ。相手は企業ぐるみです。これからモーディワープのエージェントに会うのも、ひとまず今後の方策を協議するため。僕は彼らを許しませんよ。初期型ティランを誘導したのも彼らだとしたら。寒いよ寒いよ兄さん。人の心をもてあそぶ悪魔どもめ。そう、くそ、またアルジャノン絡みか。おじすぎの割にはやけについてやがるの。遅れずにホタルイカにつけそうですね。
楓、なんかこの車ふわふわしすぎて酔っちゃったみたい。電子制御のリアクティブ作動を使ってるからな。後ろで休むか。そうする。あれ、こんなに長かったっけこのトンネル。桜は連れてこない方が良かったかな。大丈夫か。じゃない。どうしたの。いや、なんでもない。連合屋に送り込まれる映像、体制感覚屋によって得られる感触、それら脳内ハイウェイのどこかに直接実在し得ないはずの疑似情報が送り込まれている。生き霊やドッペルゲンガー、幽体離脱など神経系の誤作動が原因とされているけど時に理屈は無力なものです。あなたはいつもそうなんですね。怖いか。概念という形で状況を認識していないと、いても立ってもいられないからすぐに理屈をつけようとする。いえ、私は生体移行学者としていろんな国で見てきましたね。飢えて次々に死んでいく子供たち、伝染病に苦しむ叫び続ける老人たち。だからあなたは逃げ場を作った。移行学という名の逃げ場。ショウ、お前は卑怯者だ。なぜそんなことを。いや、そうだ。だから俺はこの手でケイを殺したんだ。違う。そうやってすぐ自己の評価のみ高めようとする。お前はとんだ詐欺師野郎だぜ。今ようやく分かった。私がなぜショウを愛したのか。子供の頃から恐れられ疎ましがられてきた。だから本当の自分を隠した。忌み嫌われる能力と一緒に自分の心も隠した。もう一人の自分を演じながら心の奥底では救いを求め続けていた。ショーも私も心は同じ。我慢するのはやめな。我慢なんかしてない。あちこちからクソみたいな言葉が聞こえてくる。自分の言葉が聞こえなくてゲロを吐きそうになる。そんな毎日に嫌気がさしてきてるだろう。生まれつきだから。泣きわめいていいんだぜこのブス。ざまねや、いろいろやりすぎて女房に見捨てられやがって。
ああ、やめときゃよかった。資金繰りに苦労してたんだよな。子供の養育費すら滞ってたもんな、あの頃は。やめときゃよかったんだよ。ラミン、未だ菩提寺の行方はわからない。この先は危険だ。彼らなくして希望は守れない。私は行く。邪界思念の源を探してくれ、生命。仕方ない。長いね、このトンネル。長いね。え？今のは？気にしない、気にしない。幻覚か？いや、実体だ。認識こそが事実なら。どちらも本体ということ。ヘクトフレース、ルブルム。意識下に映し出されし鏡像。しかし、それが知覚されたものである以上、鏡像も実像もそこに存在する本体だ。その目的も表裏逆。自分から逃れる術もなし。力も互角、知恵も互角。ならば答えは一つ。自らを超えるのみ。直接来る刺激。自らの内部組織が私を攻撃しているのは事実。倒すべきは己の中の敵。出口はどこだ。今こそルーメの実を使え。邪魔をするな。使え。やめろ。自分自身を打ち砕くか。自滅は敗北と同じだ。どうやって己に勝利する。勝利する必要などない。お前は現実的すぎた。そして夢をなくした。一つの夢はなくした。だがまだ全ての夢を捨てたわけじゃねえ。嘘だ。いや、だからこそ俺は赤松工業を守り続けたんだ。単なる社長の義務だろうが。義務なんか感じてたら株式会社にしてるぜ。俺の夢を託す場所、俺の希望の砦、それが有限会社赤松工業だ。あなたは生態移行学に救いを求めただけ。怖かったから。何かにすがりつきたかったから。いいえ、生態移行学は私に見えざる恐怖に打ち勝つための力を与えてくれた。でも皮肉なことに、それが新たな恐怖を生んだのです。新たな恐怖。ダイブインスペクション。私は何かを知っている。いいえ、あなたは一生見えざる恐怖に怯えて暮らすのです。いいでしょう。私は恐怖と共に生きます。見えざる恐怖も私の一部として迎え入れましょう。怖いんだ、自分が脳なしの烙印を押されるのが。だから人の力も使う。弟だって踏み台にする。そうだ、それが僕の能力。それなしで僕の存在理由はない。あ、ショウ、私もあなたの能力を必要としてる一人よ。ショウが私の帰る場所だから、私はここにいることができる。てめえの言葉は他人の言葉ばかりだろうが。え、自分の言葉はどこにあるんだよ。見つからない。違うね、最初からねえんだよ。見えない文字ばかり読んでいるうちに、お前は自分の言葉をなくしちまったんだよ。そうなのかな。お前はいい子ちゃんぶってるだけのつまらねえやつなんだよ。ありがとう。私に自分の言葉をこんなにたくさん聞かせてくれて。あっ。
表裏一体。我らは一つの子の中に存在する共存。我らは共生すべき細胞。ラミアよ。アキラロ。己を受け入れ、己を信ずる見事なりラミア。案ずるな、生命はこのパキラが救った。敵はカンケルにあらず、敵は人なり。人醸造近くダウジングを逆にたどり攻撃してきたか。あなたなるベターマン。瞬間文化祭前日ラブラブヒートアップ作戦大成功。何なのよこれ。お前らこの間のキャンプで揃ってエスケープしたからよ、ラブラブ度をみんなでかけてたんだよ。 120% ラブラブって感じ。ラブラブってもうやカンケルの裁量、我らソムニウム最大の脅威に他ならぬ。カンケルは菩提樹を呼び寄せ、そして今このパキラをも呼び寄せた。元凶なりし力を見つけた我らを滅ぼすため、お主らはこのパキラを釣るために泳がされていたおとりに過ぎぬ。では菩提樹もパキラロを召喚のために。このパキラが把握した菩提樹の姿、
お主らのリミピッドチャンネルに送ろう。この悪鬼、もしやカンケル。わざわざ現れるとは、フォルテを我らが手にすることを拒むのか。これはパキラ牢に持ち帰らねばならん。ヘクトフォレース・プルム。ヘクトフォレースの T 細胞を瞬時に増殖し、俺を攻撃するよう染色体改造したのか。これこそが奴がカンケルと呼ばれる理由。アレウム。疎ましきその能力、やはり貴様は滅すべき存在、このトゥルバの身でな。そう、あの時フォルテの目は我らに託された。菩提樹はカンケルに滅ぼされた。しかし我らを脅かし者は元凶なりし力。それが力ゆえにフォルテとなることはカンケルも予期せぬこと。このパキラ元凶なりし力を追い、その影に潜むカンケルを滅する。お主らは希望を守り続けるがよい。ラミア、私は最後までお前のために生きる。最後のその瞬間まで。I see.
置いてくなんて。わしも置いてかれた口っすわ。私も。私たちがいると足手まといってことかな。いんにゃ、これ以上ヒノキちゃんたちを危険な目に遭わせたくないっちゅう社長の親心っすわ。だったらなんでさくらちゃんが連れてったんすか。敵は超能力集団、さくらちゃんなしじゃ勝ち目ないっしょ。私もう戦いたくないなんて思ってないのに。私も。別に戦いに行ったわけじゃなくて、あくまで話し合いだって言ってたっすわ。話し合いか。そうそう、首都高ってのはやっぱり混んでなきゃな。しかしモーディワープの特殊部隊を出動させるには大義名分がいるってか。本部のエージェントが物的証拠をつかむまでのんびり待ってなどいられませんから。姉ちゃん怒ってる。当たり前です。超人同盟、その首謀者であるマモン先生はダウジングの第一人者でした。楓さんをヘッドハンティングするために次々と超能力者たちを利用して私たちにひどいことを繰り返すなんて。おとついの幻覚症状もそいつらの仕業なんだろう。幻覚ではありません。私たちの感覚器官に共造を本体として認識するよう仮想ネットワークを作ったのです。でも実在してねえんだよな。存在の定義とは認識によって初めて証明されるのです。箱に閉じ込められている猫、その声を聞くか箱の中を見るか、いずれにせよ何らかの認識がなされた時、初めて私たちは中の猫を知るのです。つまり僕たちはもう一人の自分の存在を認識させられていた。脳は認識したものには反応してしまう。例えば実際には蜂に刺されていなくても脳が認識してしまえば蜂に刺されたのと同じ反応が起こるんだ。私たちの感覚器官って当てにならないものなのね。だからこそ僕の義肢能力が役立つんだ。やはり危うくいないはずの猫に引っかかれるところだったってことか。着きましたね、超人ドーム本社ビル。いるよ、たくさんたくさん。ダメです、やはり何の返答もありません。シャーメ、勝手に入らせてもらおっか。ドアはロックされていますが。脳内インパルススキャン、最新の個人認識システムか。カエデちゃん。はい。簡単簡単。つまりダウジングを使いこなせるやつならここの社員連中もそうだが、フリーパスってことか。おう、さくら着替え終わったか。こいつをつけろ。こいつは連中の遠隔攻撃を相殺するアモルファス反射装置レイザーヘッド01。みんなつけてるな。ビルの中にまたビルがある。二重構造になっている。さくら、マモンってやつの意識がどの辺にあるか読めるか。うん、ずっと地下。地下構造なら私に任せて。昨今流行りのジオフロントだな。しかし妙に静かなのが気になるぜ。地下で待ってるの、大勢の人たち、たくさんの罠。さすがは超人同盟、私たちが来ることも分かっていたようですね。どうする、ティランで床をぶち抜きながら降りてっかい。このまま行きましょう。待たせては悪いですから。お父さん、フォルテの身になったの。ん？それでね、ベターマンに食べられちゃったのよ。どうしたの急に。私この前ミラーハウスの中で迷った時に自分の顔がベターマンみたく見えてきちゃって。そんなことないって。きっとね、お父さんもお母さんもお兄ちゃんもヘイチンさんと同じように
アニムスの花になったのよ。お父さんの花の実。それは梅崎博士と同じようにアジャンターセックスでフォルテになった。ルーメと呼ばれていたベターマンはお母さんの身を、そしてお兄ちゃんの身は。ああ、やっぱまだいたか。社員はみんな帰ったけど、ケイタたちはどうする？ああ、そうっすね。ねえねえ、なんか外にいるみたいなんだけどさ、また虫かもしんないからちょっと見てくんない？虫？見慣れない車っすわ。警察の装甲車じゃないっすか？すんげえ、スパスのオートショットガンにヘッケラー&コックのスナイパーライフルですよ。なんでなんで？少なくとも虫じゃないよっすわ。あ、やべえっすわ。確かに相手が操られてるだけかもしれないから、覚醒神で戦うわけにもいかんしね。どこまで逃げるの？社長を迎えに行こうか。なんだか同じところをぐるぐる回ってるだけみてえだな。螺旋構造なのでそう思えるのでしょう。現在地は地下7階、確実に下に向かって降りていきます。渦巻きあるいは螺旋、この世のあらゆる事象の構造は全てその一言で言い表せるかもしれません。ミクロな世界で言えば原子核の周りを周回する電子、あるいは生命の根源である DNA の鎖、マクロな目で見れば台風、惑星の公転軌道、さらには銀河の構造も。私たちは大小さまざまな輪の中で暮らしているのです。カエデ、どうした？カゴメ、超人同盟の脳波攻撃か。カゴメ、カゴメってカゴの中の女って意味があるのよね。カゴメ、カゴメ。ああ、聞いたことがあるな。鶴と亀は幸福の象徴だ。それが滑ったってのは、逃げ出そうとした囚われの女がまた連れ戻されることだっちゅう説だろ。それって私のこと？最下層か。やっぱアルジャーノン発生のデータと 50% 以上も一致してやがるぜ。いずれにせよサンプルを得ないことにはモーディワープも動けませんから。いざとなったらティランを使うしかないでしょう。この先はいっぱい部屋があるけど、一番奥に行けるルートは一つだけね。たくさんの意識が一つになろうとしている。この部屋には何にもないみたい。うん？セキュリティセンサーか。じゃあこっちはドフトエフスキー粒子の散布だ。なんか仕掛けがしてあったらしいが、これでセンサーは無力だ。すごい、さすが社長さん。科学の力じゃ超人どもなんかには負けねえぜ。この霧はまさか。ああ、間違いねえ。成分はこの前ひでえ目に遭わされたケミカルミストだ。またみんなお腹すいちゃうの？
行きましょう。ああ、おい姉ちゃん。麻美さん。大丈夫です。ここへ来る前、皆さんに投与した免疫活性剤はこの時のための予防対策です。それじゃあケミカルミストは無力ってことですね。なんでそれを早く言ってくれよ。異光学のことなら負けません。この壁は防御用に使われる素材のようだが。超天守破壊。頭が割れる。ケイ、兄さんの目を見てごらん。ほら、何も怖くなくなった。もう大丈夫だ。みんな、僕の目を見るんだ。低周波が消えた。どういう理屈だ。僕の疑似能力ですよ。分かりやすく言えば自己暗示、もしくは催眠術などもこの能力の応用です。人間の大脳皮質は単調なリズムの環境下ではトランス状態に陥る特性があります。僕は子供の頃からこの能力で自分に暗示をかけて優秀なふりをしてきました。BPL では僕はここに存在していないと思い込むことで、人が常に走っている生存信号を遮断し、虫たちの感覚器官を騙して逃れることができたほどです。ってことは俺たち暗示にかかってるだけ。ねえ、急ぎましょう。実際には超低周波はまだ続いていますからね。そっか。でもこいつが壊れて見えるのは暗示じゃなくて事実だよな。なんか可愛いお部屋。あまりいい趣味とは思えませんが。なにあれ。さくらちゃん。ロボットか。逃げるんださくらちゃん。ではない。ホログラフィー。目に見えるものだけが真実じゃないの。次から次へと手厚い歓迎ですこと。大丈夫、この奥の部屋で最後だから。待ってるよ。超人同盟社長ちゃんプンプン怒るのだ。超人同盟代表取締役マモン先生ですね。都君ですね。お久しぶりです。ここまでのアトラクション楽しんでいただけましたか。あなたのやろうとしていることは分かっています。今再びあの実験を。だいぶインスペクション。やっぱり。あれ、みんなは。楓ちゃん、君はこの学校で一番成績のいいエスパーです。でも君の本当の力はこの髪飾りで蓋をしてあります。蓋。私がもういいよと言うまでこの蓋を外してはいけませんよ。もういいよ。ダメ。楓。楓
フラフマ。カエデさん、なんじゃありゃ。実現しました。最強の人類への進化、フラフマ。何が起きてやがるんだ。みんな生きてるっすか。覚醒人、なんでここに。探しましたよ。赤松工業もしっちゃかめっちゃか状態なんすから。とにかく早く
乗って。すべき命もない、一個体のみの存在、それゆえの関係、このパキラを滅ぼすか。我がポンドゥースの能力により、関係とて自らの引力のバランスを保て、お主が物質である以上、とは残る元凶なりし力を探すのみ。いつの間にこのパキラの細胞内に。ダメ。我らソムニウムの王様、パキラロンが滅ぼされた。ラミア、私はルーメの実がなければもうこの姿に戻ることはできぬ。だがお前と共に生きたい。連れて行ってくれ。私の命はお前のものだ。分かった。共に行こう、生命。ラミア、ラミア、ラミア、パキラローが滅びた今、次はラミア、お前の番だ。私は最後のその時までお前のために生きる。昨夜午後10時頃、東京西新宿の株式会社超人同盟本社ビルで爆発事故が発生しました。原因は現在調査中とのことですが、幸い負傷者もなく。チッ、何が負傷者もなくだ。地下の妙なプールに200人以上の仏さんの漬物、
ったく。警部補、赤松工業に押し入った警察隊ですが、全員記憶が飛んでいるそうで、口を揃えて何も覚えてないと。ああ、もういい。ボトム・ザ・ワールドの事件からこっち、ずっと悪夢の中にいるみたいだぜ。あとは連中に任せりゃいい。はあ。わかりました。では私たちはここで待機します。くそ、最上階までもぬけの殻たな。一体連中どこ行きやがったんだ。今モーディワープ本部と連絡が取れました。新型ニューロノイドとデュアルトライブの特殊部隊を出発させたとのことです。やっとお上も動き出したかい。社長、見っけたよ、地下道。超人同盟ってのそっから逃げたみたいよ。なぬ？これか。閉鎖中の地下鉄15号線の作業道に繋がってるようっすわ。そっか。早く追っかけましょうよ。言われるまでもないぜ。待ってください、私たちだけで動くのは危険です。柳くん、行かせてください。麻美さん、楓と僕は花と昆虫のような共生関係なんです。どちらが欠けても生きていけない。後悔したくないんです。お願いします。確信しました。私たちを今まで陰ながら救ってくれていたのは尊者様だったのです。そいつはベターマンの仲間なのかね。いいえ、あの鈴を見た時にヨモヤと思ってはいたのですが、尊者訳す密教による秘術法力を体得した、おそらくは人類最強の存在。尊者訳すが生きていた。数年前にペルーで行方不明になったとも聞いていたが、超人同盟の作り上げたブラフマンと呼ばれていた異名。カエデ訳すがあんなものに負けるはずはない。僕はカエデなしでは。でもカエデ、一体どこに行ってしまう。僕はカエデさんを早く早く取り戻してでないと恐ろしいものが。ケイちゃん、そっちはどう。ああ、順調順調。私ってさ、4年前からずっと一人ぼっちだったから。うん、柳さんと楓さんいつも一緒にいられて羨ましかった。だからさっきの柳さんの顔すごく寂しそうで見てられなかった。大切な人がいなくなるのって辛いもんね。ヒノキ、ケイちゃん絶対楓さんを取り戻そうね。了解ギワ。ヒノキにはいつだって俺がそばにいてやるからな。ケイト、桜が楓の場所を感じたらしい。地上に上がるぞ。はい。住宅街？いや、ここには人はいねえよ。都の中心付近のはずですよね。お前さんが世界中でいろんな病原菌を退治している間に、東京にもいろんなことがあったんだよ。上下水道などのライフラインが老朽化してな、新都市計画が打ち出されるとともに住人は郊外へ流出。再開発も予定はしてるが、都心の一等地ってことが災いして予算組が難航。未だ着工の目処も立ってないってわけだ。ゴーストタウンですか。さっきの地下道も地下鉄新線として建設されていたが、ネットワークマップの度重なる変更で凍結されたままだ。なぜそんな。政治だよ、お役人の都合さ。選挙で首がすげかるたんびに金の使い道が変わっていく。物の価値なんてな、上に立つ人間の尺度でしか測ることはできねえんだよ。税金の無駄遣いですね。あ、もっとも
無駄遣いにうまく便乗することでのし上がるって手もあるんだな。超人同盟はなぜここへ逃げ込んだのでしょう。ホームレスが居つくのを嫌ってここらは立ち入り禁止区域になってやがる。奴らもそれを知っててアジトにするつもりなんだろうよ。さくらちゃんもだいぶ疲れています。私たちだけで捜索するにもここは広すぎますし。リアルトライブとやらの部隊を待てってが。彼らは訓練を積んだ専門家です。合流して組織的な行動を取った方が効率が良いかと。とりあえずニューロノイドの整備は終わらしとくか。急げよ。分かってますわ。ヒノキどこ行くの。え、俺たちはいつでも一緒。離れちゃいけねえぜ。でもトイレぐらい一人で行かせてくれる。え、はい。集え集え。滅びの運命から逃れられるのは人を超えた人のみ。滅びの運命から逃れられるのは人を超えた人のみ。そうそう。グラフマー楓。お前はベターマン、ラミア、ヒノキさん、何をした。答えろ。柳翔。純度の高いリンカージェルにより私はようやく完全体に近づけるのです。元凶なりし力。ラミア。分かった。さくらちゃん、どうした。力尽きた人たちの痛みと悲しみが弾けてく。なんだそりゃ。ラフマン。
昨日のものとは少し違う。楓。そう。楓。あなたの疑似能力で私を虜にして、私を騙して、私を安心させて。この能力を使って僕は周りの人たちに常に慕われる人間であるよう自己暗示をかけてきた。しかしそれは楓への裏切りだったのかも。いいの、私はあなたなしでは安心を得られない。ショーの能力なしでは生きていけない。私は一生あなたと一緒。これは貝でできたただの髪飾りだ。特別なものじゃない。わかるだろう。わかる。私、先生に利用されていただけなの。この日のためにタイマーをセットされて。でもね、感じたの。ショーと私の絆を。柳さんもヒノギもどこ行っちまったんだよ。ニューロナイド動かすのにケータ一人じゃどうにもならねえからな。どうせ一人じゃ何もできませんよ。 BPL で作られた D タイプのハンター、そしてこのブラフマンと呼ばれる超人同盟の作り出したものも、やはりベストマンプロジェクトの延長上にあるもの。旧人類はアルジャーノンによって滅び、生き残るのは新人類ブラフマンのみ。邪界思念の源を尋ねく、チャクラの導きにより我推参せり。尊者様。幾度となく我ら同盟の活動を阻んでいたのはやはりお主か。かつて人類の秘めたる可能性を最も具現化した存在と目された尊者ヤクス。我の記憶を失われり、チャクラの導きにより戦うに過ぎぬ。だいぶインスペクションすら覚えていないかと。知らぬ。滑稽な。何なんだよ、おい。みんな遅くなりました。おお、楓さん無事だったんですね。ごめんなさい、楓ちゃん復活です。今や最強なるはこの私。戦うか。ダメだ、この先にカンケルがいる限り。しかし。やめろ、我らのパキラロースは滅ぼされた。時を待て、ラミア。ウェイク！ウェイク！You have control! I have control! You have control! I have control! マシンに座るすとき。こいつは15年前超能力研究施設の先生だった人。超人同盟のラスボス、何
モンってやつの変身した姿ってこと？ブラフマン。滅び。滅び。滅び。やめて。滅ぼさないで。滅び。すっごいダージンのエネルギー。バカね。圧力で前に進めね。滅び。滅び。もはや猶予もなし。我と共に滅べる。魔王が死んで。尊者様。元凶の源を止めるのだ。若き命たちよ。他の連中はティランも覚醒人も識別信号は途絶えてないっすわ。だいぶ行かれちゃってるよ。通信は修理が必要っす。おい姉ちゃん、あのブラフマンとかやつは結局何なんだい。身体構造について何か情報をつかまなければ何とも言えません。さくら、何かわかるか。ブラフマンはまだ自分の力をうまく使えないの。だから今はじっとしてる。じっと。
ヒノキ、大丈夫か？爆発の勢いで地盤が陥没したようだな。ここは放置されてた地下施設ね。ブラフマンはどうなった？わかんない。少なくとも近くにはいないみたい。どうします？赤松さんたちと連絡を取った方が。やってるんだけど向こうから返事が来ないの。やられたんじゃ。コントレーラーはニューロノイドほど丈夫にはできていない。一緒に地下に流れ落ちたとしたらどこかに埋まってる可能性もあるな。よくわからないわ。近くまで行けば電磁波を受信できるんだけど。探しましょう。よし、二手に分かれるがくれぐれも注意してくれ。何かあったらすぐ連絡するんだ。わかりました。変身すんのかな。どうかな。俺はなんとなく学校の地下で見た光に似てる気もするんだけどさ。そうなんだ。ベターマン、ラミアって最近俺たちの前に出てこねえよな。今度俺たちがピンチになった時、あのお姉さんまた助けに来てくれるのかな。知らない。ヒノキ、わからないよ。私みたいなバカに聞かないでくれる。ごめん。どうして謝るの？ケイちゃんは悪くないよ。私がバカだからいけないの。ヒノキより俺の方がずっとバカだよ。ショウ、私ね、ずっとショウと一緒。一生ショウと一緒。ダジャレ言ってる場合か。ごめんなさい。私のせいでブラフマンってできちゃったんだもんね。僕にはブラフマンが何なのかよくわからないがな。簡単よ。空間に存在する気のエネルギーをバランスよく融合させただけ。そのためにそれぞれ別の能力を持ったダウジング使いが必要だったのよ。おいしいカレーを作るのと同じかな。人参、玉ねぎ、じゃがいも、肉、バランスよく入れないとおいしくならないからな。だから超人同盟は私を必要としてたのよね。楓はじゃがいもかな。私はじゃがいも好き。でもね、目が伸びてきちゃったから悪が強くて、そのジャガイモスキーは食べられなかったの。その目に感謝すべきかな。ショウのおかげよ。超人同盟本社ビルの雨水用の地下プールには200人を超える社員たちが人柱にされていた。ベターマンが人から咲くアニムスの花を利用するように、ブラフマンも人の気を変身の起爆剤に使っているようだ。人柱さんたちの入ってたプールの水って？リンカージェルさ。初期型ティランを呼んだのにはそういう狙いもあったんだ。昨日調べたところ、回収したはずのリンカージェルがコンテナごとすり替わっていた。超人同盟が盗んでたってこと？そうだ。警察をも操って赤松工業に押し入ったのもリンカージェルを狙ってのことだ。リンカージェルってそんなに貴重なものなんだ。しかしそんな彼らの野望もソンジャ・ヤクスミを打ち砕いた。
死んじゃったね。尊者役すぎ。思えば彼も人を超えた超人、ベターマンと呼ばれてもおかしくない存在だ。年齢は推定120歳。世界を旅して邪界思念と呼ばれるマイナスエネルギーを排除する活動を続けていた砲術師だった。何か感じる？ブラフマンか。もし奴のエネルギー源がリンカージェルだとしたら、再び僕たちの前に現れる可能性も。どうした？見つけたわ。あれはコントレーラー。この辺はゴミの集積所だったとこかな。何の音？聞こえるか？ティランでこいつを食い止めるから、覚醒人のアクセプトモードでデータを集めてくれ。やってみます。頼む。当てにしてるからね、ヒノピー。はい、ケイちゃん。無事だ。しっかりして。俺はもうやだ。ケイちゃん聞いて、私ケイちゃんがいてくれたからここまで頑張れたんだよ。柳さんも楓さんも生きるために戦ってる。私たちも戦おう。よっ、どうしたケイタ、しけてんぞ。ヒノキさんのデュアルインパルスが 130% を超えています。女の子のアプローチを無視する気？決まったらよ、ケイタ。俺一人じゃ何もできねえけど、俺がいなきゃできないこともあるんだよな。データ集めるんだったな、ヒノキ。うん、私に任せて。わかった。 You have control! I have control! からデータ転送されたっすわ。かつて人類の種としての限界を予測したネオは、その限界を彫刻しようとした。しかしその試みであるダイブインスペクションは失敗に終わり、やがて我々はモーディワープ、BPL、超人同盟へと分かれ、
それぞれの可能性を模索した。その到達点があのブラフマン。い、私は認めない。頼む、テラ、もう少しだけ持ってくれ。これがブラフマンの構造。どうなんだ、奴の弱点は見つけ出せたのかよ。 You have control! I have control! ブラフマンの伸縮自在の身体構造、似たような器官が人間にも存在します。それって暴行。暴行だ。暴行は時に数十倍に伸縮し、分子数個分の厚さとなってもなお機能を維持することが可能です。ブラフマンは強力なダウジングエネルギーを常に発生し続ける核以外は伸縮を自在にコントロールする暴行に過ぎない。頼んだよ、ケンちゃん。山木さんと楓さんの努力無駄にするかってんだ。ブレイクシンセサイズ。機体が限界だ。大丈夫ケイさんとね、リンカージェルに伝わる人のデュアルインパルスを学習できるの。今まで一緒にニューロノイドに乗った人の能力を上手に自分の能力に変換していける成長型ヘッドダイバーね。だから意外と簡単にブラフマンをやっつけちゃうはずよ。ディセット！シナプス断撃！人が放ったのは敏感アルカロイド系をベースに合成した化学物質。ああ、それ知ってる。種なしブドウを作る薬でしょ。ねえ、これで細胞活性力を抑制できます。バランスを崩したブラフマンは体をコントロールできなくなるはずです。やったか。ああ、君たちの勝利だ。青野くん、ヒノキちゃん、柳さんと楓さんがいてくれたから。あれ、何か来るよ。戦車みたいな、うん、4つかな。なんだこの音は。本部から来た。デュアルトライブ部隊。やったー、助けが来たんだね。なんとか持ちましたわ。もう少し早かったらここまで苦労しなくて済んだのによ。ブロッサム、開発されたばかりの新型ニューロノイドです。処理は彼らに任せるとするか。凄まじいな。ええ、ブロッサムは戦闘用として開発されたニューロノイド。ヘッドダイバーも脳手術による疑似デュアルカインド、すなわちデュアルトライブとして常に特殊訓練と調整を行ってきましたから。やれやれ、モードアープはどっかの国と戦争でもやらかすつもりか。ん、あそこにいるのはかわいそうな罪人の群れ。
クラ、どういうことだ。アルチャーノ。ティランのローターは破損して高速移動できない。先に行くんだ。見捨てていけるわけないっすよ。後ろに来てる。戦わざるを得ないな。だが現れるぞ、カンケルが。ならばフォルテを使う以外道はない。お腹痛い。くそ。来たよ。予想通り現れました。恐ろしいほどの戦闘力だ、ベターマン、フォルテ。だが僕はあの時聞いてしまった。奴は自分の都合で戦っているに過ぎない。その本当の目的は、パキラローに続いてやはり次はこの私を狙ってきたか。ダメだ。ルーメン、盾となるつもりか。行け、希望とともに。
降る闇夜の雪が深まるの。顔のない人、怖い人、絡め取られてさらわれる。大事な大事な貢ぎ物、あなたの血肉が奪われる。